さあというわけでございまして、ですね全世界の木かジーメイトの皆さん、こんにちは。こんにちはこ,んこ,こちらは、長崎市岩町1の 35NBC 本館7階にあります、第一スタジオでございますけれども、突然、ゲストをお迎えしております、ミュージシャン、高波敬太郎さん、こんにちは。こんにちは、はい、よろしくお願いします。ますなぜ今日高波さんに来ていただいたかといいますと、はい、まあ詳しくは本編でお話しますはい <laughs> <laughs>、はい ユースリームで相当雑談をしてその後本編収録してるんですよ割とだらだらでいいんですかだらだらですね本編はピシッとメリハリみたいなまるで本編はアナウンサーのようにピシッとしてますのであらかもアナウンサーのよう高見さんこういったラジオのゲストというのは結構多いんですか割と多い方かもしれないですねもうずいぶんと慣れてらっしゃるわけですよね それも,もちろんミュージシャン歴としても長いわけですしまあ一般の方よりは慣れてると思います <laughs> 変な質問を言ってしてしまいましたけれども <laughs> 結構あれでしょうキャンペーンとかで全国各地回ったりとかもあるんでしょ昔はしましたね今はそんな全国各地なんかいけないですねはい,はい,、はい、いや僕ね僕ら側はどっちかっいうとホストのことが多いじゃないですか迎え入れる側がねでもやっぱりミュージシャンの方々が本当に初対面なのに、うん こうね、ラジオの番組の中でうまいことを話し合わせてお話になるじゃないですかすごいなと思うんですよこう各局各局回っててでも一応やっぱり話すことは考その理論武装じゃないけど、ええ、一応してるんじゃないですか多少はね想定してうんうんうん<ー>こう聞かれたらこう答えようとかは多分は<ー>あとこう聞かれるようになんか資料作っとこうとかなんかその誘導したりするような、ね、キャンペーンは一応喋ることが決まってますもんね聞かれることもるこことともも喋ほぼき、ええ 大体決まってますよね。なんかこうスイッチがポンって押されたらこれがビョッと出るみたいな感じの雰囲気なんでしょうか。そうですね。まあそういう意味では今日はですね、うん。<laughs> あまり答えが定まってないんじゃないかなというね、そんなインタビューになりそう <laughs> 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 大丈夫ですけ <laughs>、ね、大丈夫でしょう、なんとかなるでしょう <laughs>、ま、多分あの私、ですねその慣れてるんですかという質問をしたのは、です、ね、多分あの、えー、音楽番組にはね、たくさん出てらっしゃると思うんです、もう世界をまたにかけて活躍されてる方ですから、えー、もう音楽番組には慣れ,<ー>、ね、慣れてらっしゃるし、音楽的な質問はですね、はい、きっとあの慣れてらっしゃると思うんです。 今回はですねそのような番組ではございませんのでたぶトルコライスの話題とかはしなすけどむしろそっちが大好物だったりするかもしれませんもちろんトルコライスの話はもちろんついていけますけれども私たち長崎のアナウンサーとしてあれちょっと笑っちゃいましたね笑っちゃうとあれですけどクレームがついたわけでしょトルコからそのお話なんですけれども新聞にねつい先日ですね

トルコ大使館の招きで、うん、トルコに呼ばれて、ええ、まあ友好親善を深めに行ってこられたんですね、うんうん、で長崎にはトルコライスというものがありますよということで、うん、トルコの方にお話ししたところが実はトルコはあのイスラム教のお国柄なので豚肉は食べられないんですね宗教上の理由かだからとんかつありえないんですよ <laughs> でしょ<え>であと炭水化物を同じ皿に2つ載せないとかなんかええトルコライスは ピラフとナポリタンが乗ってるでしょで、それもありえないらしいですよ、ええええところが、ですね、うん、あの私はそのシェフご本人からもお話を伺っているんですけれども、ニュアンス的にその難色を示したとか、そういうレベルのお話ではなくて、うん、あトルコではこういうのはないかなみたいなあの和やかな雰囲気の中でのお話だったようですね。あであの関係はまあ日本とトルコ、まあ、トルコというのは親日国ですよね、もともとね。 え日本人のことをすごく好きでいらっしゃる、ねえー、国民性なんですけれどもすごくその今回の交流はうまくいって、うんえー、日本に戻ってこられてからそのシェフの方がです、ねうん、別に名前を書く必要もないんですけれども、うん、ルシェフというレストランの坂本博さんという方なんですけれどもとんかつは食べられないということで牛肉を使った、うん トルコライスとそれから長崎ならではだと思うんですがシーフードを使ったトルコライスのレシピを作ってトルコに送られたそうです。でぜひ作ってくださいということででも僕の知り合いがトルコ行った時にマジで皆さんねトんでイスタンブル歌えるんだってトルコの皆さんが歌えるらしいですよはいそそれぐらい日本の文化に精通してらっしゃるってことなんですねへえ もうだって歴史古いんでしょう。あのトルコの船がね、あのう、紀州で、和歌山。ねうん、和歌山沖で。和歌山沖でナンパした時からね、歴史が始まる。って言われでも、それを記念して、記念じゃない。それを、なんかトルコライスの日みたいな、日にしてるんでしょそうです、ね。ね、あのまあ、友好の日にしよう<ー>ということみたいですけれどもね。うんうん、ええー。まあ、あのー、今始まったばかりの話で、これからね。うんうん、ええー、いろいろと定まっていくんでしょうけれどもね。今、長崎でもさ、うん、あのー 豚肉だけじゃなくて、そのいろんな種類のトルコライスありますよね。そうですよね。<の>組み合わせいろいろですよね。だし、日本の人は大概の人が、これがまさかトルコの料理だとは思ってないもんね。うん、<laughs> 長崎の料理でやって。 これトルコ料理だとは思ってないでしょうあの,大概の方が <laughs>、ま、トルコライスの怒りそのものが、ね、諸説あるのでなぜトルコライスというのかご存じない方の,方のために一応お話ししますとトルコライスというのはあの長崎の名物料理の一つでありまして、まあ、基本的にはとんかつとピラフとスパゲティが一皿ワンプレートの中に載っているというですね炭水化物てんこ盛りのご飯でございますね。ね大人の お子ランチ大人のお子様ランチ <laughs>、ね、まさにその通りですよね。いやだって、家でそれぞれを作ろうと思わないじゃないですか、一つの食,食事として、だって、とんかつ揚げて、スパゲッティ作って、ピラフ作ってって、それぞれが単品で成り立つけど、それが同時に食べられるってやっぱり夢だし、それはやっぱりお店に行くからこそ、そういうメニューを常に出してるお店だからこそ実現するメニューですもんね。確かに ああゴージャスの極みですよ極みみででですすよね、えー、まあでもどなたもやっぱりなんでトルコなんだろうとは思いはするんですけどねだけど一方でトルコの料理だとは思わないというところがねまああのー、確かにですねな,なんとなく納得できそうな話なのはトルコというのはアジアとヨーロッパのね、うん、真ん中あたりにあってトルコライスというのはスパゲティがあったりとんかつがあったりという、うん、まさに和洋折衷の極みだからうん、うん、その真ん中あたりのトルコでトルコライスなんだっていう説があるらしいんですね。あああるある、えーあの カレーピラフだからインドも合わせてインド日本ヨーロッパの中間にあるのがトルコって言われておおっと思うんだけど世界地図見たら中間じゃないんだよね実はね実はかなりヨーロッパ寄りヨーロッパ寄りでございますヨーロッパ寄りなんだよね考えてたイギリス人とかフランス人とかも含めて全部オランダ人って言ってた土地柄ですよ長崎ってねだからまあトルコ料理は何だか分かんないけどトルコライスっていうのはまあ僕らは洒落として笑えるけどね まあ、大雑把な長崎人らしい、おおらかな、<laughs> ね<え>。確かにそうかもしれませんね。まあ、これもね、不思議な交流として、一つの文化として。そうそう、文化なんですよ、これは。一つの。と思いますよ。長崎らしい文化ですよね、<laughs> <うん S 1> トルコラインスっていうのはね。<えー S 2> そうか。<うん S 1> あ,ある、ある意味、こうね。 ちゃんぽんがその中華料理的なね長崎の料理の代表だとしたらトルコライスは洋食的なご飯の象徴と言えるかもしれないですよね。いわゆる長崎料理。うん、だちゃんぽんもねたどれば中国に行き着くかっていうとそれもはっきり行き着かないですもんね。うん、なんか似たようなものはあるけどちゃ、うんぽんというものはやっぱり長崎発祥で中中国料理中華料理理華でではないですもんね番組の企画で、ね、長崎ちゃんぽんを中国に持って行って食べてもらおうという企画をして。 まあ意外とあの中国の皆さんが複雑な雰囲気で食べていたということもありますけれどもね <へー S 1> だって麺文化って大体北のほうだもんね中国のほうでもね <あー S 1> もう南に行くと米のほうだもんね <あー S 1> 文化としてはね中国広いですからね。広いね <うん S 1> で韓国で流行っているあの長崎ちゃんぽんというねインスタントラーメンも真っ赤ですからねスープね<あ>ーあそうなんですか白じゃないんですよ真っ赤なスープで韓国辛い,の辛いんです。 韓国であんまり白い白濁スープのものがなくて白濁版も出たのかな随分と話題にはなったみたいですね、あとからね、白いスープって言ってあとから出たみたいですね、ニュースになってました、ニュースになるぐらいのことでございますけどもね、商標問題で随分と長崎県と揉めてしまいましたけどもね、結局ね、商標にはならなかったようです、向こう側が降りてくれたという。 トルコお話をいや本編本編大体毎回45分ぐらいかまだ普段だ段でもこのスタジオで番組もね NBC の方では収録もねなさってるんですよ以前はですね聞かせられないラジオの後に高波敬太郎さんの番組の収録があったのでわりと私たちとしては知れ違うことが多かったですからお後がよろしいようだとバトンタッチしてねこのスタジオ我々の残り顔をね置き土産にしながらねそうそう だって普段ここにあの,あの人,人形とかハリボテが立ってるじゃないですか15秒間の、ね、<laughs> 林田村山がね変な格好して立ってますけれど大、ね、体ゲストの方があれに食いつくんですよねいいでしょうねよくあの記念撮影して帰ったりする方いらっしゃるんですけどこ、ね、の <laughs> 間クリコーダーの川口さんもあれに偉い話をしてるんです <laughs> あっ15秒間だって言とうさせて15秒間は知ってるんですか15秒間あの、ね、川口さんはね以前も違うアーティストの,あのグループとしてゲストにいらっしゃったことがあってその時に <laughs> あ 林さん俺、アップルやってた頃にゲストで来た時に、に、なんで林田さんのこんなことやってんのっったら、15秒満なんですって説明を受けて、それ以来、これのインパクトがえらい強かったらしくて、じゃあ今回いらっしゃった時もまた15秒満15秒満とおっしゃってました。15秒満なんですという説明も、ね、いかがなものかと思いますけどもね、<laughs> まあそうとしか言いようがありませんからね、これは15秒でな,なので,なです、ねあ、ここでちょっと一つ、ね、訂正をさせてください。先週、ですねオモロイドの話題が出たんですけれども。 おもちゃの話です、ね、オモロイドというのはですねあの昔懐かしの、えー、おもちゃというかキャラクターもののお話でニャッタ,さんのニッタさんのデザインですよねということを私口走ってしまったんですが間違いです、ごめんなさい大川原邦夫先生のデザインでございます大川原邦夫先生がデザインをしてそして当時のプラモデルの日東科学で商品化されていたんですねそのパッケージデザインとかプロデュースをなさっていたのが新田さんで えー、ちなみにですねキャラクターとか細かい設定は漫画家の時田浩一先生がなさっていたといういかにも聞かせられないラジオ絡みのお話でございましたでそのオモロイドはですね模型情報にもですねたびたび掲載されていたという懐かしい話があるんですけれどもそれはまたそのうち本編でということで訂正させていただきますごめんなさいニャッタさんはいなんだか間違いを口走ってしまいました失礼いたしましたはいでは ゲストの方をお待たせしてもなんですので、<laughs> いいえ,いいえ、ええ、実に和やから名古屋な、和やかな、和やなかな雰囲気で、和やかな雰,、ね、<laughs> な雰囲気でね、本編に入りましてもよろしいでしょうか。あ、よろしくお願いします。さん次第、ま、<ー>待ってましたい。あんま何も恐れいいす。<laughs> あぶ、まあ、<laughs> <僕>聞かせられないラジオ第222回。この放送は長崎佐賀では7月13日土曜日。 再放送は7月14日日曜日山梨放送、岩手放送は7月20日土曜日北陸放送、えー、は7月21日日曜日放送宮崎放送は休止となります。 聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞か,ない聞かせられないラジオ。<音 fella> 聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。N. B. C. 長崎放送アナウンサー林田重一です。村山仁です。聞かせられないラジオです。<noise> 極めてオタクオーバーホーティーのオタクな男二人がサブカルチャーをディープに語り合います。そうよこんな話簡単には聞かせられません。林田さん。はい。聞かせられないって言ってるのに、今週もメッセージが届いてしまっているので、紹介しようじゃありませんか。なんでそんな悲しそうに言うんですか。<笑><笑>いえいえたくさんいただいております。こちらあ。ありがとうございます。あ、りがとうございます。後藤氏、富江町の。名前読んじゃっていいのかな。小川光一さん。はい。暑中お見舞い申し上げます。おはがきでいただきました。ではがきで。 今年の梅雨明けは早いですね。暑い毎日いかがお過ごしですか。次節柄、どうぞご自愛ください。写真はグラバー邸とそこから見た長崎の景色です。ということで、ええ、ちょっと、ちょっと、<laughs> あわご丁寧にありがとうございます。はい、えー、後藤のね、富江町からいつぞや。まあ、長崎にいらっしゃって、きっと記念に写真をお撮りになったので、やりましょう。はい、ね。長崎に住んでいる私たちも、グラバー邸の写真を見てですね。ええ、なんだっいい、いいですね、グラバー。 思いも等しよでございます <laughs>、ね、あやっぱりグラバー性はいいなと思わせていただきました <laughs> ありがとうございます,いますじゃもう一つだけね、はい、こちらは長崎市のリンゴちゃんですね、はい、いつも楽しく聞いていますお二人の話は正直ついていけない部分が多いです <laughs> そうですかだけど真面目なオタクを発揮しているお二人の様子を聞いているだけで日々のストレスから解放されますこれからもこの調子でよろしくお願いします真面目なオタクは世界平和とストレス緩和に必要です 世界平和のために私たちも頑張っていこうではありませんか日々精進してまいります<は>聞かせられないラジオこの番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 MRO 北陸放送そして NBC ラジオ佐賀以上5曲をネットしてお送りしますまったく 聞かせられないラジオで <laughs> <laughs> そっちもよくよく聞かせられないラジオよの <laughs> お大官様こそ聞かせられないラジオ <laughs> <laughs> そっちこそ聞かせられないラジオ今週のテーマは高波慶太郎さん登場でございます お待ちしておりました。こんにちは。どうも、お招きいただき、ありがとうございました。高波慶太郎でございます。ついに、この聞かせられないラジオに、高波さんをお迎えしてしまいました。超大物ゲストでございます。では <laughs>、改めまして、ご紹介いたしましょう。はい、高波慶太郎さんは、元ピチカートファイブ。千九百九十四年の脱退後も数々のアーティストや、アニメソングも手掛けられた。実力派ミュージシャン。現在はプライベートレーベルオフィス。 プレータイムロックを設立ふるさと長崎をベースにさまざまな活動をしていらっしゃいますということで高波さん、はい、高波慶太郎さんを、ね、知らない方もういらっしゃらないと思いますえー、えー、ピチカート5でも数々の名曲を書いてらっしゃいますがまあその辺りのお話はですねはい音楽番組の <laughs> ちょっとちょっと <laughs>、えー、DJ の方にお任せして僕はあのびっくりするのは,はあのローリングストーンズのミック・ジャガーが、えー スタートファイブのファンだということを公言していたということですよ。あのローリングストーンズですよ。ニックジャガーさんですよ。そのあたりいかがですか高見さんでび？びっくりしたんですけど、えー、その情報ソースがどこなんだろうと思って。<laughs> うん、だ,だねえ。ガセですか？いやわかんないわかんないんですね <laughs>。ガセってことは。人からは聞くんですけどね。えー、その話ね。えー 自自分自身は全然わかんないです,、ね、すごいですよね、ものすごいことでございますよね,ね、その高波さんがなんと我々と同じ空気を今吸っていると <laughs> 私あの、フランスにですね <laughs>、はい、旅行で行ったときに、旅行,旅行で行っ,て行ったって言ったらかっこいいですけれども、うん、あの会社の仕事でですね、うん、村山仁志と行くツアーというのがあって、フランスに行ったときに、フランスの添乗員の方が、その添乗員の方、あの日本語ペラペラなんですがあの、えー、大学の教授もされているという方だったんですけれども、ええ、ピシカート5が大学の教授 大好きであのレコードも1枚目からずっと持っているという、ねえー、そういう方ですかフランスですごく人気があるんだそうですねだから、えー、結構外国の方で不安の方いらっしゃるんですよねだからフェイスブックとか始めると特に来ますねその外国の方からその友達申請とかメッセージとか。 まあその辺りのお話はね、ええ、まともな音楽番組でお任せしましてですね <laughs> はい我々の切り口でいくしかありませんよ <laughs> しかしですねプロフィール今回いろいろと調べさせていただきましたけれども作曲編曲プロデュースで例えば稲垣淳一さん小泉京子さん中山忍さん田原俊彦さん松本伊代さん杉正道さん戸川京子さんオンさん高橋宏さん玉野さよなら人類の編曲も高波慶太郎さんなんですねやらせていただいたんです、ね、あの時ねすごかったですあの時の玉はね なん、うん、で僕に来たんだろうっていうのはいまだに分かんないんですけどね。そうですそうですそうですすそそれから NBC ラジオにも、ね、来たことがあるあのミス・ゴブリンも高波敬太郎さんのプロデューサーだったんですね、はいはい、ちょっとあの芝居がかった不思議なミスちゃんでしたけれどもね、<laughs> ミスゴブリンも、ね、今、もうその女性一人になりましたけれども、活動してらっしゃいますね。 <で>はい、今回はまあ後で言いますそれはね後でお楽しみとお話しいただきたいと思いますけれども木から地的にこのぐぐっとくるのがですねアニメーション関係のお仕事をたくさんされていて、うん、例えばテレビアニメーションクランプさんのチョビッツあの総合的な音楽プロデュースをされてますよね。 ああの時かやらせていただきました、はい、他にもですねケロロ軍曹のエンディング曲パワードスーツを脱がさないで <laughs> それからギロロ夏美のありそうでなさそうなギリギリのブルース田中理恵さんあ、これちょびっつですねハッピーゴーラッキーししどるみさんの不思議プルプルプルリンリンこれ NHK にようこその曲ですね NHK にようこそっていうのは林田さん あの放送局の NHK じゃないですよそう俺これ調べててそうなんだって初めて納得した日本引きこもり協会の n h、K、ですらしいですねこれは非常にカルトな人気を誇る作品ですよね <はい S 1> それからムッシュ釜石さんの曲も手掛けられてるなと思ったらこれなんと戦闘要請雪風絡みの曲だったんですよねそうなんです, <ね S 2> んですはい。他にもですね宮村優子さんの宮村宮村ですよ<ら>ね、あのエヴァンゲリオンのですね、えー アスカ役の方ですよ、はいねえー、それとか秋山菜奈さん、仮面ライダー絡み、あの現在は秋山え里さんを名乗ってらっしゃるということなんですけれども、気まぐれ「オレンジロード」のラジオドラマのオープニングテーマ曲ですとか、本当にいろんな楽曲をですねアニメ関係でもお仕事されてて、高波さん、はい、アニメとかコミックとか、お好きなんですかそれがさ <laughs> <laughs> いや。そんなにっていうかほ 見ないんですすそんな,興味ないんででよよねう始まりはですね、ええ、サザンオールスターズの関口さんっていうベーシストの方が、はい、まあ僕の大学のサークルの先輩になるんですけどもあそういえば青山学院大学にいらっしゃいますよねで,で僕が入った時はもうサザンはいなかったんですけど、ええ、デビューしてたからでさ、えー、関口さんがその、まあ、ビクター絡みのアニメの 先に宮村優子さんのあれとか結構やってらしてアレンジを頼まれてたんです最が、えー、そのうち曲も書かせていただくようになってという流れなんですねそうなんですか、うん、あじゃああんまりアニメとかコミックには触れたことがないということですけれどもじゃあその中でも何かお好きなタイトルってあります作品自分がやった自分あのご自分が手掛けられてない中でもがあまあ 僕は巨人の星とか、俺の空で止まってる感じですよね <laughs> 時代が随分飛びましたね。<笑><笑>俺の空って本宮宏。そう、俺の空。<laughs> パワードスーツを脱がさないで、随分世代的に違いますけどね。<笑><笑>ゲロロ軍曹とはね、随分違いますね。えー、えじゃあ、ご自身の独立した音楽として作るものと、はい、映像作品の音楽として作るもの、アプローチの仕方ってやっぱ違うんですか?。えとですね、多分、その依頼してくれる方が、いわゆるアニメ音楽じゃないもの欲しい時に、こう。 頼んでくださるんじゃないかなと思うんですだからあまり自分的にはその変わりはない、自分の方向性的には変わりはないですね、だパワード・スーツとかも、あれです、もん。80s <ー>歌謡曲アイドルみたいなということだったんで、それは僕も好きでしたから、それがまあハマったということじゃないでしょうか、ね、ああもう、ピーチ・サマー、パワード・スーツを脱がさないで、ケロール軍曹の第1期のエンディング、テーマですねああそうでしたかね。 そうなんだ。あ、ご自分の中ではこれまで手掛けてこられたポップスと、はい、まあ、アニメ関係の曲の中にその壁というか、その全然ないわけですね。そうですね。うん、多分そういうふう,うのそういう風なふりで、あの自分に依頼してくださるんだと思います。あのこの曲だったら高波さんに書いてもらおうみたいな。だ普通のいわ,ゆるいわゆるアニメソングは多分。 依頼されてこないんだと思いますけどああ。なるほど。合わせるんじゃなくても、自分の世界観の中でアウトプットをして。そうですね。ということなんですね。ねはい、はい、ケロロ軍曹は、そもそもあの B. G. M. を鈴木紗栄子さんが手掛けてらっしゃいますし。あのちょっと、<laughs> ちょっと変わったって言ったらなんか。すみません。どから。えー、あのディレクターの方の、はいえー、あの趣味だと思います。あ <laughs> あ。コアな音楽ファンの方なんです、ね。そうそう。そうそうそう。ええ、ね。たぶん,、うん。<ー> ケロロもそうですしチョビっツの時はあのクランプさんがまあ初期ビスカートファイプみたいな音楽でやりたいみたいなことをおっしゃったらしいのでそのビクターのディレクターを通して話が来たたたんんですよねだったら高波さんにみたいな,な、まあ、それにしても幅広い仕事をね、うん、これまで手がけてこられた高波さんが、はい、あの高波慶太郎さんがなななななな,なんと今回 聞かせられないラジオの木原さんの歌を作ってくださいましたありがとうございます。ありがとうございましたこちらこそ作らせていただきまして申し訳ございません。あのこういう質問をするのもなんですけれどもなぜまた今回木原さんの歌を作ってくださったんでしょうか。いやなんかそのこの番組のしかもこの木原さんにこのこの方ですよね。はい二体あるじゃないですかこれスタジオにお人形さんが。 すごいこの番組含めてその人気があるということを聞きましてそれでこうまあちょっと画像も見させていただいて僕、アニメっていうのは「巨人の石」で止まってますがあのメルモちゃん好きだったんですよね <laughs>。さんんのメルモちゃなんかちょっといや別にメルモちゃん似てるわけじゃないですけどなんかこうフラット <laughs> フラット <laughs> この番組は人気があるってどこかでお聞きになったんですかなんかいろんなとこでネットされてるっていうかねさすごいすごいおかげさまでやっぱりそこはねあるほどいいんでしょうねきっといろんなことが。ですかね。 そして今回は、なんとですねこの歌の歌詞をですねうちの村山仁が書いたんでございます、村山がそうなんでございますが、だからその木から持んのいわゆるキャラクターというか、その内面をより知るためには、やっぱり歌詞がね、どういう方か教えてくださいという意味で、村山さんに頼んだんですね。生まれてみて歌詞はいかがでしたでしょうか。えっといやあの ままず長い <laughs> 長かったですねねね <laughs> ボリュームがやっぱりですね僕もあの高波敬太郎さんに作っていただくからにはですねおしゃれなポップスになるといいなと思ってそうなるとやっぱりなんかこう地数がたくほらなんかフランス風のねまあヨーロッパ風の音楽っていうのはなんだかこう考えすぎちゃってるっていうか地数が多い方がねそれっぽくなるのかなというちょっとイメージがあったんですから。えー いやこれもいや長いけどそれをこうすごいふわりを細かくしていっぱい詰め込んでいけばそれはできるんだけど普通のポップスとなるとちょっとまた違うかなと思ってで最後「ゴーゴー」でしょ、ええ「ゴーゴー」できたらもう大体曲調決まってくるからそこに到達するまでにいくつメロディー作るんだみたいな感じであ<ー>。はあ 普通 A メロ、B メロ、C メロ、多くて D メロぐらいまでなんですけど、今回、E までいきましょう <laughs> <laughs>。ということは、高波さんの引き出しを随分と、もうすっかりきれいにさらってもらいましたね、なんかね。<ー>はい、そうした中でも、どうでしょう、<あ>作曲、編曲のポイントというのは、どのあたりだったんでしょう。えっと、のの村山さんの詩のね、えっと本当の空より青いと思うよっていう、ディスプレイというか、スクリーンに、モニターに映る空がね、確かにそうで、あの実際よりもきれいに見えたりもするじゃないですか。のの辺の 不思議さというかその不条理さっていうのなんかそういう二律廃止みたいなものがこう感じられてこの歌詞の中にだから明るいんだけどどっかに憂いがあるみたいなものにできればいいなと思いながらでもねすごい悩んだんですただやっそのアニメじゃないけどもそのキャラクターソングとしてそ,のそれっぽいサウンドの方がいいのかなと思って結構ヘビーにしたりとかねいろんな試行錯誤したんですけど最終的にデジタルフォークロックみたいな。 感じになりましたかねデジタルフォーククロック、うんはい、そして今回ですねなんとボーカリストが中村弥生さん、はい、ピアニストの中村弥生さんを起用されたわけですが、えー、長崎出身の,、えー、あのピアニストでありその音楽療法士音楽セラピーとかもやってらっしゃる方で,で、まあ、FM 予感までパーソナリティもやってるで彼女の、まあ、基本的にピアニストなんですけども彼女がそのプライベートでお母さんのために作った歌を を彼女が歌っててそれをたまたま聴いた時にまあ素人っぽいっていうかまあ半分もちろん音楽家としてはプロなんですけども歌いとしてはその半分素人っぽいその素朴さみたいのが良かったのとちょっとまあ燃えちゃうみたいなとこが燃えてしまったんですね <laughs> ちょびっとねちょびっと、えーはい。であこの方の声は合うかもなと思って、えー、一緒にやりませんかっていうふうに、はあ なるほど。そして、今回ですね。はい。特筆すべきはですね。あ、くそご協調します。え、一応ですね。特筆です。確執。真筆ぐらいじゃないですか。真筆に。真っ赤に。はい。あの、バックコーラスが。はい。はい。そうなんです。あの、これはもうぜひ。このお二人に、え、はい、じゃ、三村山さんにご登場を願いたいと思いまして。お願いしました。しかも、ツーバージョンというかね。はい。ここ、ここで撮りましたもんね。この一スタジオでね。第一スタジオでね。え。 オタクバージョンとガーガーってやつと通常の穴としてのキャラクターバージョンの2つとってそれをまあ合成しましてうまい具合できたんじゃないかなと思いますがうまい具合というのはいい表現ですねうまい具合に <laughs> はい、ではですねそのもう気になってるでしょう皆さんうまい具合にしゃがったと高浪敬太郎さんもおっしゃってますが、ね、僕らの声も聞き取れるかな お送りいたしましょう高波圭太郎さんから曲紹介をお願いいたしますはい、えー、僕のユニットプレイタイムロックの、えー、ニューアルバムプレイタイムのボーナストラックとして収録させていただいております、えー、ゴーゴーキカラジ聞いてください 5分28秒もある長い曲を作っていただいてありがとうございますこれ <laughs> <laughs> も一人に長い歌詞を書いた村山のせいでございますいやーねえで,でも5分超えるとあの2曲分の印税になるんですよまた生々しいお話が <laughs> <laughs> も、ええ、でも全体の、ええ、例えば今回の、ええ、ま台2800円ですけど、ええ、13曲でだからそれが2曲分になるってことは、えー、と分割される 他の曲にし合い寄せが多分いく感じですよね<ー>他の売り上げをつまり阻害していると曲が <laughs> <laughs> なんかごめんなさいボーナストラックのくせになんか邪魔してるみたいな深 <laughs> い存在感になってしまいましたけどあアルバムをご紹介しましょう、はいえー、7月24日発売の高波圭太郎さんのニューアルバムプレイタイム このアルバムのボーナストラックに、えー、今の GO!「GOGO」「キカラジタン」を収録させていただいているということでございます、はい、あの高波さんニューアルバム、はい、どんんなな内容になってるんですかえと、まあ、7月発売ということでその、まあ、ヒヤッと感というか、えー、ちょっとそういうものを 市場ちゃんってあのボーカルのね歌とフルートの一番皆さんの声がちょっとクールでソフトなもんですからヒヤッと感を出す納涼感というんでしょうかそういうものに仕上がってるんじゃないかと暑い夏にこの一枚しかも半分がねカバーなんですね「コーヒールンバ」「シャンハイリル」「フィーバー」「日曜はだめよ」「日曜はだめよ」「ハートブレイクホテル」「ビリスレスリー」のこの辺もえで日本語で全部カバーしたんです。 でこの日本語カバーっていうのがいろいろ面倒くさくてですね、ええ、いわゆる法廷訳詞ていうものがあるんですけれどもそれはあの作者が認めた訳詞ですねのその向こうの現地の現地のっていうか原曲、ええ、でそれじゃない詞で歌いたい場合は新たに申請しなくちゃいけないんです。でその返事が 僕前もあの長崎洋楽を始めてこの LBC さんと一緒に作った「長崎」という曲の日本語詞を申請したんですがいいとも悪いとも言ってこないもう1年以上経ちますけどね判断できないのかもしれませんね向こうの人にしてみると多分一応日本語をまた直訳したものも添付して英語に直訳したものも一緒に送るんですよ。<あー S 2> だ興味ないのか分 <laughs> かんないけどで今回もそういう曲があってお蔵入りになった曲もあるんですけども「フィーバーっていう曲だけは自分で今回新しく書いた詩が「許諾を降りて,て」っていういろんな大変なことあるんですよでもコーヒールンバとかご存知でしょうこの曲でもともとルンバの曲じゃないし日本だけなんですよ「コーヒールンバ」っていうタイトルは。エンドカフェコーヒーヒを弾きながらっていう 原始と全然意味が違う内容も違うんですけどこれはちゃんと OK なんですよね通ったんですか通ったというか昔から通ってるんですよ昔かなりいい加減だったのかなと思ってそういうのにちょっと苦労したアルバムではございましたねそうですかヒヤッと感のあるヒヤッと感がありますよプレータイム7月24日発売これはもう木原ジメイトの皆さんはぜひお買い求めいただきたいですねこれジャケットがおしゃれでねシンプルなんですよねこれいいですよねは なんか矢沢永吉さんと関係のある方って。あの夏、ええ、早乙女道晴さんという東京の。画家、が書いてくれたんですけども、<っ>まあ矢沢さんの <coughs>。あの。インタビューの。 時のその絵とかも描いてらっしゃったみたいですね。もともとそのライブドローインでライブ会場でそのライブ見ながらバババ,バとこう描,描かれる方なんですけど、うん、僕らはお会いできなかったので写真だけ送って、それでそれ見て描いてもらったんですね。<ー>あ、そうなんですか。か素敵ですよね。ねえはい、えー、ぜひお買い求めいただきたいと思います。はい、ここで一旦ジングルです。愛、はい、<laughs> 言葉は聞かせられないラジオ。 聞かせられないラジオ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 聞かせラジオえっ <laughs> <laughs> 今ごう・回ゴーゴーキカラチタンのボーカルを担当してくださいました中村弥生さん、実は FM 横浜で癒しのサプリというですね人気番組を担当していらっしゃいまして、ごう・木う・キカラタンを番組でかけてくださる、はい、ということなんですよ。あら嬉しいですねということは、なんと、はい、FM 横浜とコラボレーションということにもなるわけですよ、この番組がある意味ね。ええ、だって NBC ラジオ から生まれた曲ですよいわば「ゴーを聞かれました」いわばというも何もね<う>言及したくなくても言及せざるを得ないんですよ、うん、それが FM 横浜で流れてしまうんですよ、うん、関東でついに関東でついに関東初めてじゃないですか関東進出ってわれわれはあっ、ね、山梨関東 北関東、北関東らしもまあ、関東というか。海沿いですね。今地、水。えで、それがですね、また嬉しいことにですね。あの中村弥生さんから、ご本人から伺ったんですが、FM エム横浜のスタッフの皆さん、聞かせられないラジオのこと。みんな知ってたってディレクターとか、プロデューサーの皆さん。嬉しいですね。いや、高見さん、ありがとうございます。本当に素晴らしい。で、高見さんが担当してらっしゃる、あのラブ FM でも。え、福岡、大分、山口、熊本でも。 流れるということですどうもありがとうございます今回のゲスト高波敬太郎さん本当にありがとうございましたありがとうございました「気合せられないラジオ」お相手は林田茂一と村山仁志でしたそれでは皆様ラタ毎週 高波圭太郎さん改めましてありがとうございましたありがとうございました本当に光栄でございます今は何の時間ですか今後受けの時間あの安らぎの時間ですあのリスナーの皆さん第二部と呼んでますね第三部ですね前前枠があって本編があって後受けみたいな感じで一部二部三部って呼んでますね緩いでしょう好きですこういうのすいませんねこの後ほとんど制約のない もう本当にお気楽タイムでございます。長野さんでもお忙しい、本当に今忙しいです。おかげさまでね。で、明後日、明日で東京でライブなんで、はい。その準備とかもなんかされてるんですよ。あ、だ大丈夫なんですか今長崎にいて明後日ライブなのに。大丈夫ですよ。今更のように。我々がお呼びしましたからね。いやもう呼んで呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。そんな事情も存じ上げずに気楽にお呼びしてしまいまして。 はい、はい、で、今回ですね、はい、C. D. を何枚か持ってきていただいたんですけど。これは <laughs> すごいですね。気まぐれオレンジの、ろ、気まぐれオレンジロードのオリジナルサウンドトラックの C. D.。ああ、昔、そんな感じでしたね。ねジャケットあゆかあまどかちゃんですよ。ああ <laughs> <ー>、可愛い,い。懐かしいな。ね、そのデザインの雰囲気もね、なんかその当時を感じますよね。80年代、うん、90年代<ー>90年代かな。うん。 これはラジオドラマだったんですよね。みたいだったですね。それがですね、あのナックファイブとラジオ大阪の名前が載っていますので、要するに FM と AM のコラボレーションですよね。これもね。ということは聞かせられないラジオと FM 横浜とラブ FM のコラボレーションももちろんありとありだ。はい。ということでございます。ありがとうございます。結びつけていただきました。それをつなぐのがキから時たんというですね。またね。で、チョビッ オリジナルサウンドトラック。初回プレスは紙上着だったんですけどね。ねおしゃれおつでございますね。あのー、人間型のコンピューターのね。はい、美少女のこの女の子をですね。拾うんですよね。ゴミ捨て場ではい。そんな夢のような出来事が。本当にあれば。<laughs> 林田さんのお家も家庭崩壊でございますけどなぜうちに振るんですかあなた自分のうちで帰着しなさい拾えばどうなるんですか連れて帰りたいと思いますけど <laughs> 連れて帰りなさいリサイクルしないようにねまあしかしですねやっぱあの木原さんとこう通じるところがありますね<ー>そのあたりですね,そうですねやはりあの架空のキャラ電子の妖精的なキャラクターでございますね、うん、そして宮村優子ちゃんのアルバムも持ってきてくださいました はい、そうこの時はねハワイレコーディングだったんですよ<ー>すごいでしょハワイであの歌入れとミックスだけですけどそのミアムが写真集も作るっつって、ね、その撮影がハワイだからっつってじゃあミックスもハワイでやろうかみたいなそんな時代でしたね <laughs> <ー>僕かね僕この頃不思議だったんですよ、はい、本当にあにミュージシャンの皆さんが、はい、ハワイだとか外国行って収録するじゃないですか国内で収録するのなんどう違うんですか 気が違うとか聞いたことあるんですけど。空気は明らかに違います。ハワイとか乾燥し乾いてるじゃないですか。音がもう絶対かんもう本当あこんあアメリカの音だという音しましたもん。でもそれを録音して日本に持って帰ってくるですよ。日本のスタジオで聞いたら日本の音なんで。す鳴らせるのは日本の空気ですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。びっくりしましたね。やっぱ違うんだ空気によって。あの楽器のね音の鳴り方とか湿度とか温度で随分違うというよく聞くんですけれども。 つまりそのハワイのスタジオも、まあ、ちょっと古いスタジオなんですけどもうマイクなんかずっと出しっぱなしで、ええ、いいのかなと思うぐらいなんか緩いスタジオでしたね、えー、日本のスタジオってやっぱりすごいちゃんとしてるじゃないですかすごい、はあ、あのマイクとかちゃんと直すし職人さんがいらっしゃいますしね,ね音職人みたいな方々がか,なか,なか、うん、緩かったですねでもおかげさまでその気候の緩さもそういう緩さも手伝ってのいいレコーディングができましたけどね 高見さんといえばその緩い空気って合うんじゃないですかやっもういい加減ですもん <laughs> めんどくさがりやだしいやいやいやえそうなんですかむちゃくちゃめんどくさがり屋で,もでも音楽ものすごく緻密じゃないですかいやー僕は緻密じゃないですよそうでもないですかうん緻密な人はもっと緻密なように見せかけてるかもしれないけど <laughs> 緩くやってうまくやってる感じですねああ<ー>、うん、そうなんですねもう本当めんどくさがりで困りますなんか自分でそうですかうん。 はいそ、そんなことないですか？あ、でも僕二人は細かそうですもんね。そうですね。ねえっとどちらかというと私が緩くて、あやちゃんのさ、かなり緻密です、ね。ただ僕は、僕細かいと思うんですけど、うん、細かくなるのにあのまた細分化するんですよ。緩いとこは本当に極端に緩くて、<laughs> ここって思ったところにはもうなんかとことんいくタイプなんです。ああ、そういうメリアリがあるんですね、はい。全体としては緩いルーズなんですけど、うん、なんかどっか気になると、もうずっ。 ああでもあ僕もでもそ,それに近いかもしれないですね。うん、ルーズなとこは大体がルーズですけどごくわずかなとこはすごく細かくなるという、うん、の繰り返しかもしれません <laughs> いやーでもあの今回ですね「5、はい、ゴーき換わり時間」を作っていただくにあたって、はい、何回かお話をしたじゃないですか。す、はい、すごくですねあの 繊細なな方だなとあの細かいところまで考えていただいて <laughs> であのこちらの要望もです、ね、きちんと聞いていただいて、はいえー、いやそんなあのいい加減だとは思わなかったですけどいい加減ということはちょっとあれでしたね <laughs> <laughs> いい加減じゃないですよ <laughs> し少し緩い,いルーズなんですよ、まあ、いい加減なのか分 <laughs> かんないけど例えば長崎の人ってほら電球がこうもう切りかかって点滅してるって、えー、お母さん電球切りかかってる様子でも まだいあ<ー>あいい加減されるじゃないですか切れるまでほっとこうみたいなな, <laughs> なんかそんな感じですあ<ー>あ<ー>細かいところにじゃあ工しないというかまあよかですたいみたいなそうそう <laughs> 本当そうそうそう, <laughs> う まあさっきのトルコライスの話じゃないけど<ー>、良 <laughs> かったです。大体かやろみたいな。真ん中にやろみたいな。トルコは。長崎ってあれですよやっぱり町人文化ですよね。そうですね。うん、お侍さんがこう威張ってた町の雰囲気とはやっぱ違いますよね。んねうん。うん そううい意味で主君がいないじゃない、長崎市に限って言うとね、他の町はいるんだけど、そういう町人が醸し出した緩い文化みたいなところが、なんかありますね天領でね、また日本唯一の貿易港で、豊かな町だからねお祭りをしたかったら、お上がね、これ使えって言ってね、くれちゃうみたいなところもあって、そういう DNA があるんじゃないでしょうかね、なんか。 今日は暑かもんだって、<laughs> <laughs> 私もあんまりあろうはですか、あんまりアロなですけど <laughs>、きょうね、今日ねええ、収録前にですね、はい、高見さんから私、お電話いただいて、なん、ええ、だろうと思ったら、今日暑いんで、半ズボンで言っていいだろうえ、今日いちいちお断りになるところが、また <laughs> いやいや、そのね、もし、品位のある番組であったら、うん あったらとかあれですけどこう失礼失礼もちろん品位のある番組なんですけれども高見さん半ズボンでいいだろうと私も思いますよ私もずつぐらい来てこなきゃいけない本当はねちょっとアルハっぽいねアルハっぽい感じかなり開放的なハワイの空気の中でちょっとお迎えをしてしまいましたねしかしあの高見さんやっぱりですね半ズボンでよかやろうかというね電話をしてくるところがね緩いんだかきちっとしてるんだかどっちなんだみたいな小心者なんですよ。 そんな感じですねまさにね、本当楽しみですね今回のニューアルバムですね、1年ぶりになりますかね、リリースとしては。結構、空きましたね、ぜひ、ですねユーストを今、ご覧になっている皆さんにもですね7月24日発売ですので、プレイタイム、ぜひ注目。 中していいただければなと思いますね,ねプレタムロックとしてはデビューアルバムっていう、ね、そうなんですよ前回はあの柴田健一さんとのコラボアルバムでしたからプレ、はいね、タムロックとしてはデビューアルバムになります、ね、いはあそうなんですね,<ー>ねこのおしゃれなジャケットをねぜひ、えー、ご注目いただきたいと思いますねありがとうございますおしゃれでございますよ、はい、全13曲入りで、はい、木からじさんの歌も入って2800円でございますからね 13曲のじ木からじさんの曲とあのお二方のこの番組のジ,ジングルがボーナーストラックとしてーそれも1曲に換算されておりますからねそういうことなんですねあ<ー>それが12トラック目13トラック目が5号木からじさんで,すそうですございます、ねはいはい、ではですね、あの高波さんもお迎えしておりますけれども、はい、恒例の木からじさんのちょっと絵まで見て、はい、高波さんあもお楽しみくではい。はい このキカラジタンをデザインされた西村さんから映画届いております。はい。田中太郎。わかり田中太郎ジタン。田中太郎ジタン。たまには季節ネタを色を塗る時間が取れなさそうなので、お手軽仕上げでノスタルジックにしてみました。はい、ということで、ちょっと高見さん、ちょっと高見さんの位置からは遠いですね。間違えたね。あ、はい。すみません。こんな感じで。映画届ートパソコンで。はい。はい。あ,まあ、い,い。 いいですねこの背伸びしてなんか短冊をつけてる感じですか、ええ、この背伸びがいいですねこのつま先出しが,立ちがいいでしょうグッ<ー>とくるでしょうあ<ー>で,あで、ね、まあこのでっかい短冊には世界制服と書いてあると力持ちの和服姿って私初めて見た気がするんですけど西村さんがお書きになる和服は初めてじゃないかなお正月とかにあったっけ あっったたよよううなななかこの浴衣欲しいこの木って書いてあるこの浴衣俺これあったら落語できるよこれ自分が欲しい口座着として欲しいこの着物そうですね木の字も非常にこのデザイン性が高いですねいつの頃からか生まれた木でございますね和のテイストもね本当にあのいい感じですなありがとうございますそして次 新田康成さんからいただきました、おいらが書くと、西村さん、書いちゃった、かっこ笑いということですが、素晴らしいです、この簡単そうな、実際簡単にお書きになっている、この木かさんがまた、何とも味があるのでございますね。誰もが書けるかと思いきや、書けないものでございますよ、こういうのこそ、本当にね、<laughs> アーティスティックですよ。 もう本当、いや、僕は本当、最近思うんですよ、シンプルなものほどレベルが高い、あ、まあ、確かに、うん、ああそうですかあの抜、抜くのは難しいんですよ、その足すのは楽,楽だけど、えーえー、抜くのは勇気いりますもんね、いわば化粧で言いますと、厚化粧とスピン、スピンで美しいという方は素晴らしいわけでしょう。ほうほうほう 足して、いってこうなんとなくこう作り上げることはできるから、もしれないけど、すっぴんはもう本当に難しいわけですよ。今多くの女性を敵に回し <laughs> <laughs> す、ね。うずけしょうと言っておきましょうか。<laughs> <laughs> ナチュラルメイクね。<laughs> いや、本当、スッと隠せんほど、やっぱ難しいものはないですよ。ね、まあ、ええ、でも、音楽でも同じですか。<laughs> と思いますね。僕も怖、こわ、小心者だから、つい足しちゃうんですけど。うん。やっぱ抜くっていうのは、すごい勇気。 いやでも高波さんのお化粧はとってもおしゃれでそうかしら <laughs> そうかしでもやっぱりそのシンプルな魅力があるからそのコーヒールンバにしろやっぱりあの手がけたくなってしまうという感じかあそうかもしれませんねシンプルですもんねあの曲もね昔の音楽って確かにそういう意味では本当にあにシンプルっていう良さがありますよねでも人間やっぱりだんだんん 慣れてくるとその過剰になっていてまたそれが一回崩壊してパンクみたいにすごくシンプルになったりとかまあそれの繰り返しですよね音楽も多分。だんだんこう刺激を求めるようになっちゃうんですよね。と思いますね。 まあそのあたりの音楽の歴史は、ですねあの高波さんの番組で、あの本当にいろいろと語られているところではあると思うんですが、日本の音楽史で見ても、世界的にもそうなんでしょうけど、60年、70年代、80年代、90年代と、どんどんこうゴージャスになっていきましたよね、うん、確かに音楽って。うん、で今また、そのシンプルな良さが見直されている時代でもありますよ、ねうん、そういう、まあ、揺り戻しみたいのが、まあ、いつの世も多分あるんだと思いますけどね。うん どうですかやっぱりあの長崎に戻ってこられて、はいまあ、プレイタイムロックをです、ね、今、主催してらっしゃるというのは、まあまあ、やっぱりそこもご自分の中でそのシンプルなところに帰ろうかなという思いはちょっとあるんですかとか帰らざるを得ないというか今、音楽業界というか CD が売れないとかさいろいろあるじゃないですかで東京もスタジオいっぱいなくなっちゃったりとかで逆にその地方にいても音は作れるような機材的にですよ。環境あるしそれが今宣伝とかも インターネットがあるとできちゃうんだなっていうのが分かったから全然長崎で OK だなと思いましたねと、うんうん、地方に住んでらっしゃるクリエイターの方本当に音楽業界に限らず増えましたねですよねきっとね漫画家さんももちろんそうだし、うん、離れたところでそういうクリエイターとして仕事をして中央に送ってっていうねことが、まあ、漫画家の岡野さんもそうだしね今長崎で本当にお書きになっててだから東京にいる人ががなくなってきたような気がするんですよね、うん 岡野さんんもそんなおっっしゃってた、うん、昔だったら必、まあ、あの方も一、ね、回、上京はされてるんだけど、うん、絶対、何が何でも東京に行かなきゃっていうのがあったんだけど、うんうん、今はそうしなくても住む時代になってるってことをおっっししゃってましたね木から地に関わっていらっしゃる漫画家さんの方でも、うん、アシスタントが、まあ、自分は東京に住んでるけどアシスタントは大阪に何人かいるとか<ー>そういう方も今結構多いでですデータで送るってことデータでやり取りして。 クラウドもあるしあそうかでそこで作業するんだへえまるで隣の部屋にいるみたいな感そうそそそううういう時代にねそれこそスカイプとかつないじゃえばねなんとかこうしてっていうのはリアルタイムでやり取りできますからね隣の部屋にいるみたいな感覚だよねそしたらね事務所とかの固定費もねちょっと削減できたりとかね そういうい時代ですよねでも同時に僕思うんですけどやっぱクリエイターの人にとってどこに住むかっていうその街の空気感みたいなものも大事ですよね、うん、あだからすごくそう思うんですよね,ね<ー>で今何度か東京にちょくちょく行ってますけど、はい、で長崎に戻ってきて3年ですけど、ええ、もう東京は住めないと思いますもんね街のサイズにやっぱり体が慣れ長崎の街のサイズに慣れちゃってるんですよ<ー>サイズっていうかいろんな意味でですけど、うん、<laughs> よくあんなとこ住んでたなと東,東京に行くと。うん まあやっぱりあの満員電車に代表される雑踏ですよね、さやっぱりその空,空気っていうんですかその空気がきれい汚いのじゃなくてその空気感みたいのを私、澄んじゃうともうあれですね。もうすぐ 戻ってしまううというかあ僕はあの一番長崎を感じるのはまさに今の夏の青空なんですよね、五合菊地さんの歌にも出てきますけれどもうん、うん、東京にはない青ですよね、あれはかき割りみたいな映画の。東京から来られた方もそういうふうに言ってますね、青村空港で降りて市内まで入ってくる間の,その空を見て。えー 長崎の空って色、長崎の色があるんですねとおっっししゃってましたもん、ね、あの <coughs> 映画の,あの、ゴジラ映画のです、ね、かきありみたいな、ねうんうん、青空を<あ><ー>気を利か,かして今、お天気カメラの映像が撮れるんで荒、ね、木ちゃん、NBC の情報カメラの映像ですね、うん、屋上から、ね、映してますが、真ん中に見えている山、ちょっと右,右側に寄ってますけれども、これが稲佐山ですね、電波塔が建っていますね。うんね であのー、左側にわかりますかね、えー、海もね映ってますね長崎港です、うんうん、これが長崎の空、うん、今現在のね長崎ですからね確かに夏の空だね、うんうん、はい これが皆さん三百三十三メートルの稲那山ですよ。そうです、えー。東京タワーと同じ高さですよ。私たちが<あ>そ,うそうか。はい、これあの高野さん子供の頃これ三百三十二メートルって習いませんでした稲那山。あよく覚え,てい覚えてないですか、うんえ。僕よく覚えてるんですよ。うん、あ東京タワーに一メートル負けてると思ってたら最近三百三十三メーターになってるんですよね。うん、私の記憶では三三三なんですけどね。あそうですか。私三三二で、もうはっきり覚えてますよ。だから多分あの。うん 悔しく感じた長崎市役所の職員の方が土を持っているとー分、ね。一、うん、メーター分、ね、それはないと思うないんですでこれがあのまさにモニターに映っている長崎の海じゃなかった、うん、空の青で,ここでございますね。この辺りも新曲「ゴーゴー聴かな時間」の中ではです、ねうん、大きなテーマになってますので,です、ねうん、注目していただければと思います,ですね。ね はい。わ、ね、リアルタイムの映像が見られると思います。長崎の空ですよはい、ありがとうございます。このリアル感をパソコンのモニターに感じてしまうっていうのが現代ですね。そうですね。ね<ー>あと液晶とかね、あのうん、うん、カメラとかも綺麗ですもんね。でも本物と、ね、見た見た目よりも綺麗ですもんね。実際見るよりもなんかその液晶に映ったが画像の方がなんかあの夕焼けとかをね写真に撮ると。 実際に見てる写真よりも綺麗に撮れたりしますよねだけどやっぱりこうデジタルってやっぱりシミュレーションであって、うん、音もそうだし分割してるし、うん、映像もドットの集合体なわけでしょうきれっていうのはそ,のそういう意味での綺麗ですよ作られた綺麗さっていうんですかやっぱりですよねあのね僕面白い体験があってうちの娘が中学2年生の時に、うん ね、CD で昭和の時代の音楽を流してたんですよ、はい、僕らは昭和,昭和の時代生きてるでしょう、だからその音を聞いても不自然さを感じないじゃないですか、ところが平成生まれの子供たちにとって昭和の音を聞くと今、リアルタイムで聞いている音とはいつの間に感じるらしいんですね、つまりレコードの音っていうのはそれを聞いた瞬間に、ああ、これ昭和の音っていうのを聞いてえっ 昭和をこの音で感じるんだと思って映像は分かりますよ、なんとなく昭和の雰囲気とかね街の雰囲気ってあるんだけど音にも昭和の音と感じるものが平成生まれにはあるのかと思ってこれが本当にまさにデジタルで育った CD がごくごく当たり前にある時代とレコードでカタカタノイズを聞いていた時代との人間の差なのかなってちょっと思った瞬間がありました。なるねね昭和の音いや逆に、ね 中学3年いつだったかなうちに初めて村山家に初めて CD プレーヤーが届いたときに6つ上の姉がお小遣い貯めてケンウッドの CD プレーヤー買ったんですけれども初めて CD プレーヤーの音を聞いたときに音がね硬いと思ったのを、ね、覚えてるんですよ、<ー>うるさいって、ね、思っちゃう、なんか聞こえすぎてなんかううるさい気持ち悪いと思ったんですが。うんうん、なんか 逆の感覚なんでしょうそのあたりどうですか高波さんだからその。例えばラジオでかけた時に他の曲よりもそのよく大きく聞こえるんで今だからそうやってコンプレッサーでそのボンと押さえま逆に、ね、上げてあ、うん、あのとにかくラジオで大きく聞こえるだから、えー、とマスタリングする時もエンジニアの方が聞かれるのは他の曲に勝ちたいですか負けたいですかって聞かれるんですよ。で ダイナミクスがなくなっちゃうから、そのシーンとしたとこと盛り上がるとこと。あれかもう差がなくなっちゃうんですよ。<ー>音楽的にはよろしくないんだけど、ラジオで人の耳に届くためのポーンと上げる。それが今だんだん戻っては来てるみたいですけど一時期は90年代からはもうポーンと振り切りです。もんなんか？ それは音楽的には良くなまあまあ,あのうるさい聞かせ方をしてたわけですね逆に言うと。だからさっきも話話してその過剰なものにこう慣れてしまってそうじゃなきゃもうダメになっちゃってるうんあの気持ち的にも他のよりちっちゃく聴こえるとまずいなとかやっぱり働いちゃうじゃないですかなんかそれでちょっと音楽性を無視してもちょっと上げちゃうとかそういう。 なんか味覚と似てますね、えー、最近ほら、スイーツって美味しいじゃないですか、プリンとか、俺、うん、らちっちゃい頃のプリンって、それこそハウスのね、こうプリン、ミックスみたいなので食べて、も本当美味しい <laughs> 美味しいと思ってたわけよ、でもそれが <laughs> 普通だったんだもの、えー、ところが今のプリン、めちゃくちゃ美味しいじゃないですか、うん、でその時代の時に、果たしてあの、ね、ハウスのプリンが美味しく感じられるかっていうと、やっぱそれだんだんこうそういう刺激も含めて慣れていっているので。 ちょっとと戻り戻りにくいところはありますねうん、うん、味覚がもうその刺激に慣れちゃってるところがあるあ<ー>その美味しさに慣れちゃってるところがあるからもう皆さんも耳当然超えてるしそういう刺激があって当たり前って思ってるところにごくシンプルなものがひょっとくるとちょっと物足りないなとか刺激が足りないなって思うところはあるのかもしれないですね。はあまあね今も昔も変わらずプリンは美味しいとは思いますけれども。 そうですね、どんな世界であれその過剰な演出というか、まあ、感覚が五感が私たちの感覚が鈍くなっている麻痺してしまっているというとことますよね。うん、味食い物に関して言うとやっぱり腹減ってる時に食うのが一番んうまいというそれに尽きると思うんですよね何でも <laughs> 腹減ってる時に食うのはおっしゃる通りですね。うん やっぱりあのなんか何でも過剰なのはあの逆にやっぱり感覚をまひさせてしまってよろしくない、うん、だからそのまあインターネットでね今、情報の洪水と言われてますけれどもまさに洪水でえ情報が多すぎて結局、何を見ればいいのか何を聞けばいいのかネット社会の中でわからないっていうね声もよよく聞きますよね、うんうん、何が本当だかも本当に分からなくなってきてますね。うん ですよね何が本当だか本当にわからない、うん、もうまさにあの今の歌の青でもない青もそうだけどね本当のやつは何なんだろうね再現できるからね今コンピューター上でねいろんなものがね、うんうん、だからこそでもやっぱ本物に触れる大切さもあるのかもしれないしそうですね,ねまあだからベースを、ね、基準値をどこに持っていくかっていうのはねあるでしょうねうん、うん すいません、はい、長くなっております。はい、いいえいいえ、は<っ>、これ何時まででしたっけ。まあ、大体五時半ぐらいから。時ぐはい、あの、まあ、せっかくの機会でございますので。はい、今日は、あの、ユーストリームと、それから、聞かせられないラジオのね、本番にもご出演いただきまして、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございました。したええー、ここまでで、三百十一人の方に、ご覧いただいたわけでございますが。 まあ、せっかくの機会ですのであの、はい、何でも構いませんあのアルバムのことをご自分が手掛けられている音楽番組のことを、はい、どうぞあ本当ですか PR タイムということで<あ>、はい、まずあのこの NBC ラジオで、えー、毎週日曜日の、えー、午前11時半から、えー「プレイタイムロック長崎音遊び」という、えー、30分の、まあ、音楽番組ですねやらせていただいておりますでたまにあのゲストの方にもいらしていただいてるんですけども、えー、まあ 超シミしみしみではありますけども、えー、なかなか他の番組では聴けないような音楽流してますのでぜひ聴いてくださいかなりディープな世界ですよね、うん、はいで今春この4月からその福岡のラブ f m っていうところでまた番組やらしていただいてそっちは1時間番組なんですが毎週日曜日の夜9時から10時まで、えー、そちらの方でもまた それにばをかけたようなしみしみなものをやってる。<laughs> これはですね、その大分山口佐賀熊本長崎だけ入んないんですよ。あ<ー>なんかち山が邪魔してんのかな。なんか山が。<laughs> <laughs> で、えー、先ほどからあこのアルバムですけども7月24日に発売されます、えー、僕の「プレイタイムロック」のデビューアルバムになりますね「えー、プレイタイム」全13曲入りで、えー、この「木カラジのテーマも最後に収録させていただいております、えー、夏の能量感を味わいたいときにぴったりのアルバムかと思いますので、えー、よろしくお願いしますはい,いもういいですあ <laughs> <laughs> もういいと <laughs> はい